はい、全英オープンで怪我をしたのでコンディションはいいとは言えないですけれども、レース長丁場になりましたのでしっかりと直して、レースの入りからフルでいけるようにっていう準備を今してます。まだ完治ではないので、別メニューで調整しながらっていうところにはなってますけど、確実に良くはなってきているので、レースしっかりと戦い抜くためにしっかりと直すっていうのが今大事になってきてるかなと思ってます。私はコンディションはいい状態だと思うので、こう2人で練習できるように、ゆうたくんに負けないようにまずは1人の個人能力を上げれるように頑張りたいです。具体的に何かを取り組んでるっていうわけじゃないんですけど、やっぱり男女でやる種目なので男子には何から何まで劣ってしまう部分があるので、ここっていうところだけでも自分の強みっていうのを絶対持っておきたいので、そこの強化だったり自分が弱いところの強化をしっかりしていきたいなと思います。やっぱり少し休んでしまったらちょっと感覚的にも落ちてしまったりするので、レシーブっていう部分では絶対に続けて継続して続けて、自分はそこが人一倍劣ってると思うので、そこを強みに変えれるようにしていきたいなと思います。男子選手に2人でも3人でも入ってもらったりして打ち込んでもらって返す練習をしています。前回のレース本当あっという間に過ぎていってしまったレースだったので、今回こう、2回目ということで、実際始まってみないとわからないことが多くて、今の現段階で言えるのはこういつも通り生活できてるし、僕は今怪我してますけど、心の持ちようとか、焦りっていうのは全くないなっていう状態です。1回戦から、最後まで諦めないっていうプレーは、レースだと増えると思いますし、長丁場なのでもちろんこう海外の選手も僕らも少しこうなんです、なんて言うんですかね、気が抜けてしまうところもあるとは思うんですけど、確実に、レース以外の、今までのワールドツアーと比べると緊張感は増すと思うし、一球に対する気持ちっていうのは海外の選手、特に大きくなっていくのかなっていうふうには感じてます。まだ始まってみないとわからないことが多いので、始まってみて緊張したりいつも通りとなんか違うなっていう雰囲気が多分つかめるんじゃないかなと思います。前回は自分たちがちょっと若かったりっていう部分が多かったんですけど、今回自分たちよりも下の子たちがいたり海外の選手も新しいペアだったり若い選手っていうのが増えてきているので、そこに負けないように頑張っていきたいです。目標にしてくれたりとか、僕らに勝ちたいと思ってくれる選手はきっと増えたと思いますけど、僕らの心の持ちはあまり変わってなくて、常にこう挑戦し続けていたいし、勝ちにこだわってプレーをしたいなっていうふうには思っているので、周りがどうであれ僕たちがやることは変わらないかなと思ってます。それはもう多分経験だと思いますね。こう、メダルを取って、応援されることも増えたし、その選手を僕らをこう目標にしてくれる選手も増えたと思うんで、いろんな立場が変わっていく中で、それをこう受け入れられる器の大きさというか、自分たちの心構えというか、そういった経験は、きっとこうやって、東京オリンピック終わってから、経験してきたことが、間違いなくここまで、僕らの成長を助けてくれていると思うので、なかなか技術とか体力とかっていうのは一気には上がらないですけど、経験っていうのは確実に積み上がっているものなので、劣勢な場面でも、はたまたこうすごく優位な立場でも、どんな時でも諦めないでプレーするっていう経験、これは僕らにとってはすごく大きく成長してくれていると思っています。それはやはりプレーの幅に広がったりとかしてます。はい、頭良くなったと思います。他のペアとは違って、そのコンビネーションのスピードの速さだったり、ローテーションがとても多いペアだと思うので、そこのところを強みにしてこれからもやっていきたいです。ちょこちょこ怪我したりするっていうタイミングが多いので、
まあ、実際こう、まあ、2人でなかなか一緒に練習するっていう時間が取れてないっていうのがまあ全てだと思うので、まずはこう、まあ、2人で練習するスタートラインに立つ、僕のコンディションを100で整えるっていうところが、まあ、今は一番大事かなと思います。このワールドツアーの中でこうジャパンオープンっていうのが、まあ、今までこの日本でやる大会が一つしかなくて、本当に世界大会を日本の皆さんの前で見てもらえる場所だと思うのですごく楽しみで、自分自身も日本のファンの皆さんの前でプレーするのもすごく楽しいですし、たくさんの応援してくれる方々の気持ちを胸に戦っていきたいです。ワールドツアーの中でも750ということで、スーパー750ということで、ポイントもたくさん獲得するチャンスのある大会だと思うので、そういった大会がこう日本で開催される、まあ、自分たちのこう一番ストレスの少ない場所で、大会ができるということをまずすごく嬉しいなと思ってますし、まあ、そういったところで日本の方々に、日本のファンの皆さんに応援してもらえるっていうのが、まあ、僕らにとってはすごく後押しになるので、まあ、すごくチャンスの、いろんな意味でチャンスの大きい大会かなと思うので、まあ、僕のこう位置づけとしては、まあ、ポイントを獲得したい、そしてまだ優勝したことがないので、まあ、優勝したいっていう思えるこう大会の一つです。ジャパンオープンはその前の週に世界選手権があって、負けていた、決勝で負けていた中国ペアと準決勝で対戦することになってて、その次の週でこう2人でまた作戦を立て直してそれが実行できたっていうところに関してはすごくいい意味でいい大会だったんじゃないかなと思います。はい、世界選手権はこう一辺倒にディフェンスっていうところで、何の変化もなくディフェンスをこうただするっていうところで相手に決め切られてしまうっていう展開が多かったんですけど、まあ、少し、次の週では少しこうリスクを背負ってでも早い仕掛けをして、まあ、自分たちの早いリズムにこう早い段階で持っていく、こうラリーの序盤から持っていくっていうところがうまくはまってくれたなっていう、印象が強かったです。まあ、もちろんそれをこう、まあ、今は有効だと思ってますけれども、向こうも、強い選手たちですので、それに対して何らかのこう対応をしてくることは間違いないと思っているので、そういった中で、まあ、さらにこう優位に立つために僕らが試合の中で変化をし続けて相手よりも優位に立つっていう状態を多く作るっていうところが、まあ、彼らとの戦いの中ではすごく重要になってくると思います。はい、やっぱり日本語で聞こえてくる応援っていうのは分かりやすいですし、こう自分たちの耳にも届くのですごく嬉しいですし、すごい力になります。はい、5月からオリンピックレース始まるということで、1年間長丁場になると思うし、大会数も増えているので、まずはこうコンディションとか体調を整えるということが一番だとは思いますけれども、こう気持ちを維持して、まあ、コンスタントに成績を残せるように体の準備、心の準備をしたいなと思ってます。本当に試合数が多くなってきてて増えているので、怪我をしないようにして、まあ、ゆうたくんも言ってくれたようにコンスタントに成績が残せるように頑張っていきたいです。はい、前回2位だったので、もちろん目指すとこは優勝しかないと思っていますし、まあ、本当に僕らの力だけではなくて、日本のファンの応援が、ファンの皆さんの応援が僕らの背中を押してくれるっていう大会ですので、まあ、たくさん応援してもらって、まあ、もし声出しが大丈夫なようであれば、そういったアシストもいただきながら優勝を目指して頑張っていきたいなと思ってます。本当に日本でできる試合が少なくて、すごく楽しみにしている試合なので、まあ、前回2位で悔しい思いをしたので、今年は優勝できるように皆さんにもお祝いしていただきたいので頑張っていきたいです。